官麻也起用しました。令和2年3月19日、防衛大臣河野太郎。ここに護衛艦麻也の就役を迎え、自衛艦旗を授与し、その最初の掲揚を威風堂々と行えたことを隊員職員ともに喜びたいと思います。本艦は総合ミサイル防空能力の担い手としての役割を期待されており、一日も早く任務に即応し得るよう日々の訓練に精励してください。